はい、おはようございます。プレイブラック TV まこつです。ゲート練習しているんですけれども、今年から GSS に出戻りということで、松里明コーチのもと日々練習しております。菅平パインビークスキー場になります。パウダーゲレンデと化しております。菅平パインビーク、ふわふわ楽しい感じです。今年は雪が本当多くて、パウダーデーが続きます。柔らかい雪を制すものはレースを制すというぐらい大事だと思いますので、今日も頑張っていきたいと思います。よし、はい、ということでパインビーク山頂にやってまいりました。ホワイトピークっていうコースがあるんですけども、実はそこ長いこと菅平いるんですけど、滑るの人生で初です。人生で初です。今日はパウダーということで、じゃじゃんじゃじゃん、スノーボードクロスの帰りということでフリースタイルしております。デザインは XV、 ブーツはブラックス OM、 レガースは UFO。この組み合わせで今日はホワイトピーク下で GS 張ってますので、それの練習がてらちょっと山頂のパウダーも一緒に楽しんでいきたいと思います。やってみたいと思います。レッツゴー。飛び込みます。ここがホワイトピーク入り口になります。こんな感じですね。GS やっております。よいしょ。そしてこれがブロワーになります。こちら50万円するんですけども、こちらでタイム計測の方ができます。それではまずスタートしていきましょう。ドーン。これがインポールになります。こちら長い方がアウトポールです。この三角フラッグ、短い方ですね、短い方のインポールを通っていくのがレースになります。今日はインターバルが25メートルぐらいなんで GS になります。こんな感じで横滑りしながら自分が通るラインをイメージしながら試走していきます。これがインスペクションになります。確認しながら行きます。本番前はこのインスペクションしか滑れないので、しっかりイメージしながら下見してください。はやって書いてありますね。 GSS のこちらが三角フラッグになります。ビーアーアキラーズです。七吉です。
頑張ってます。オリンピックに頑張っております。今日は本間ジャパン、本間ジャパンじゃないわ、シニアジャパンの本間さんも来ております。そんな感じでゲートも楽しんでいきたいと思います。はい、ということでブロワーは自分の好きな番号を押してエンター押してスタンバイ OK です。はい、はい、それでは滑っていきたいと思います。どっちに持ってこうて怖えなGS 怖えな。よしよし、遅くなりましたねという感じで、これがゴールの、計測器のあれになります。ただいまの選手、黒木選手21秒でした。さあ続いて七吉がやってまいります。七吉スタートしました。そうするとこういう感じでタイム計測が始まります。はい、はい、イエスなんで今日はねスピードセットなので、この柔らかい雪でもしっかり動けるかどうかがポイントです。さあ来ました七吉。はい、奈々ちゃん7番23秒でしたイエーイ。さあシニアジャパン代表、次は本間選手がスタンバイしております。今はスタートしました。さあ 1,2 を丁寧に入って、3キロ目もタイトに攻めてきましたね。動いてます、動いてます。キュッポンキュッポンキュッポン、落としてこい、そこから落としてこい、縦に縦に来い来い来い、回すな回すな、落としてこい、ゴールです、ゴールです。お、ナナちゃんに勝ちました。本間選手22秒ウィナーイエーイという感じで日々練習しております。皆さん遊びに来てください。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、追い通り、追い通りします。追いつけなかったナイスラップです。シタルイエーイ、イエーイはい、という感じでオリンピックを目指す未来の若者たちがたくさん練習しております。そしてじゃじゃん、そしてじゃじゃん、こちらがコーチの松里コーチです。こんにちは、こんにちは、 GSS の松里です。今日はねこういう雪が降る中ですけど、毎日このスナイラファインビークスキー場でゲート張ってます。大体週6回やってるんで、飛び入り参加も OK ですから、何でも気楽に来てください。
小学校低学年から上はちゃんちゃんこ来てる人までみんなで楽しく練習してます。待ってます。ありがとうございます。という感じで僕のフリースタイルからのアルペンレースの技術向上、アキラさんのおかげで上達しました。ということで今年もお世話になってますんで、これからも頑張るんで皆さん応援お願いします。お願いします。GSS 遊びに来てください。じゃあねー。